ボルガ川の狂信者、山の塹壕に住む人食い、干からびた海岸の奴隷商人。戦争によって多くの怪物が生み出された。いや、奴らは最初から存在していて、戦争によって姿を現しただけなのかもしれない。もうあの連中と共存していくしかないのか。今がどうあれ、希望を失うわけにはいかない。僕たちはかつてないほど夢に近づいている。汚染やミュータントに脅かされることのない安住の地を見つけるという夢に。砂漠で手に入れた地図からいくつか有望な候補地は見つかった。今みんなは大佐がオーロラ号の次の目的地を決めるのを固唾を飲んで見守っている。列車はゆっくりと東へ向かい、乗員もリラックスしている。あとステパンがカティアにプロポーズした。彼女に断る理由はなかった。ステパン？ん？夏が来た。2035年8月20日。離れてだいぶ経つのに一向に止まれない。クレストは一体何を吸ってるの？ひどい匂い。何にせよもう大丈夫よ。やらさせてもらうよ。食堂に来てくれ。もう食事の準備ができるよ。ありがとうステパン。すぐに行くわ。どうするアルチョム、もうちょっとここにいない？いい気持ち。際どいカメラの位置だった。ねえアルチョム、ステパンとカティアや私とあなたを見てきたけど、私たちは幸運よ。私の両親は全然違った。ひどいものだった。母さんが死んだ理由言ったかしら？もちろん言ってないわね。父さんのせいなの。昔はもっとひどかったのよ。兵舎から帰ってくるなり、靴を脱ぎながら酒瓶に手を伸ばした。喧嘩が始まってしばらく父さんは顔を見せなくなる。父さんが姿を消すと母さんも飲み始める。酔ってない時は泣いてた。酔ってると夢見心地になって気分が良くなるんだって。昔母さんに何て呼ばれてたと思う？ただA って。私を抱きしめてこう言うの。 A、 いつか一緒にウラジオストックへ行きましょう。私が生まれた町よ。そしてそこから浜辺の村へ行く。その時私は5歳で、物心つく前だったけど、その町と海の風景は鮮明に思い描けた。だって母さんを信じてたから。その後母さんは自ら命を絶った。何かの毒を飲んでね。母さんが死ぬと父さんはお酒をやめた。それまでは私を気にかけることはなかったのに、母さんが死んでから私を一人にすることはなかった。どこへ行くにも一緒だった。母さんのことは数えるほどしか話さなかったけど、昔ザナという人形を持ってたの。私はザナを自分の娘ってことにして一緒に海へ行くっていうごっこ遊びをしてた。そしたら父さんが人形を隠したの。亡くなったって言われた。多分母さんが抱いてた夢のせいで私に辛い思いをさせたくなかったんだと思う。だからザナは大きくなってウラジオストックに行ったと思うことにした。今は私が旅してる。ウラジオストックじゃないけど、あなたと一緒にね。夢が叶ったの。
それはそうと、父さんの夢は何なのかずっと知りたかった。夢はあるはず。何なのかしら。出世？何にでもなれたのに。人助け？救われた人たちを地下に住まわせるの？父さんは理解できなかった。どんな望みを抱いてるの？父さんの幸せって。めっちゃ吸うやん。何もなかったのかもね。明日を考えられるような時間はなかった。メトロの中じゃ希望を持つことは難しい。でも地上では違う。でも私にはやりたいことがある。素足で砂浜を走りたい。子供のために砂の城を作りたい。子供は二人よ。男の子と女の子。男の子はあなたにそっくり。みんなで泳ぎに行くの。山を背にして。浜辺に立つ木の家。海から昇る太陽で毎日目が覚めるの。あの港が私たちの目的地。行く価値はある。たとえ世界を半周することになってもね。人には目的地が必要よ。地図の上に示された突き動かされるように向かう場所。幸せになれる場所がね。みんなそれぞれにあるのよ。メトロから脱出して私たち別々の道を行き始めてる。もちろんすぐにじゃない。初めは全員で一緒に目的地を探す。でもそのうちそれぞれが自分の場所を見つけてそこに腰を下ろすことになる。父さんの目的地がどこなのかは知らない。あなたの目的地もね。でも確かなのは私があなたを愛してること。子供は二人なんと言わずに野球チーム作れるぐらい作ろう。アルチョムは行って、私は少し休んでから行くわ。さてと、なんか記録は増えてるかな。あ、いろいろ増えてるっぽい。新世界、まあいろんな人がいたなこれまで。悪党に狂信者にハンザに、あでもハンザが一番イカれてたが、ハンザじゃないな、あのヤマンタウザンにいた悪党たちが。悪党たちだったのか、あれは果たして何だったのか。驚いたな。すべて完璧だ、アルチョム。ついてこい。どうした？なんか賑やかだな。ああ、天気ちょっと雲がかってるけど。夏か。ちょっと武器の方を見てみようかな。いろいろと新しい武器は持ってるはずなんだよな。使ってたショットガンがこれで、そろそろフルオート武器も使うか。ショットガンも使ったことだし、精度がいい武器を使いたいな。ブルドック、ちょっと軽く整理しよう。あれ、おかしいな。サプレッサーがない。あったはずなんだけど消えた。あれ、勝手に消えるわけないよな。ブルドックにはそもそもサプレッサー、まああるけど。え、こっちつけるか。え、なんで消えた？リボルバーのサプ。じゃあ、サブショットガンにしとくか。オッケー。
おお。座れよ、アレちゃん。座れ。ある商人から話を。何があったの？そいつの話では。あいつらのダンスを見せたくて。心配いらない。また機会はあるの？みんな、ちょっと聞いてくれ。出発して半年、これまで4000キロを旅してきた。辛いこともたくさんあった。さてみんな、これ以上秘密にしておけないのは分かってる。手に入れた衛星地図を慎重に調べ上げて、熟慮に熟考を重ねた結果、新しい故郷と呼べるであろう場所を発見した。そこは渓谷だ。森があり、水力発電所もある。さらに人口密度の高いエリアから遠く離れて、これまでの旅路で分かったように、これは重要な要素だ。我々は今そこから2日ほどの地点に。みんな、おめでとう。やった。だが、これが本日最後の議題というわけではない。セパン、カティア。指輪じゃない。セパン、カティア、復唱するんだ。私は何時を張る。私は何時をつまむし。今日より共にあることを誓います。今日より幸せなことを誓います。困難な幸せな時も、困難な時も、止める時も、貧しき止める時も、貧しき時も、やめる時も、健やかな時も、やめる時も、健やかな時も、死が二人を分かつ、死が二人を愛し敬うことを誓います。この船の船長として、ここに君たち二人を夫婦として認める。末永くお幸せにな。ああ、それからキスだ、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 キスして。キスだ。え、どうしたの？お、咳はずっと前からしてたんだよね。内緒にしててごめんなさい。内緒って何の話だ？ヤマンタウで連れ去られた時、人食いのドクターに肺がボロボロだって言われたの。弾薬庫で吸ったガスのせいで。そんなの信じられるか、あの化け物め。俺たちは砂漠を越えてきたんだ。その時に砂を吸ったせいかもしれん。カティア、アルチョブ、ちょっと話せるか。弾薬庫ってあのボルガ川の時か。私は大丈夫や。行って、もう平気だから。目がすんごいうつろだけど。嫌な予感がする。ボスは怒り狂ってる。ああ、アルチョムは雷を落とされるぞ。アルチョムのせい。まあ、アルチョムのせい。さて、アルチョム、どうするつもりか聞かせてもらおう。取り乱さず建設的に考えましょう。では、カティア、どう思う？ゲス野郎の診断を鵜呑みにすべきではありません。ゲス野郎。湿気の多いメトロから乾燥して砂の舞う砂漠に移動すれば肺に負担です。そうだな。ガスのせいなら最初からひどいことになってたんじゃ。まず、知る限りの知識を使って病状を調べます。それに、森の空気が流れ込む渓谷に行けば彼女の病状は良くなるはず。邪魔してる悪いな。何かあったのか？アンナが血を吐いたの。そうだったのか。本当に砂のせいだと思うか？私には結核のように見えるかな。
どう考えても結核なら何とかなる。抗生物質もあるし、空気も助けになる。だがもしあのゲス野郎が正しかったらどうする？カティア、どうしたらいい？戦前私の村に駐留していた暗号兵隊のもとに新薬が届けられました。ガスや毒物全般に効果のある薬です。母の記憶を調べますが、ノボシビルスクで生産されていたはず。そうか、ノボシビルスク。イエルマク、お前はどう？アンナのためなら地の果てまで行きます。ノボシビルスクなんてたった2000キロ先です。なら決まりだ。渓谷へ向かう。良さそうならそこに根を下ろそう。アンナの容態が悪化したら志願者を率いてその薬を探しに行く。カティア、薬の名前を調べておいてくれ。頼んだぞ。見つけます。ご心配ある。ちょっともう一つ、渓谷で予想外のことは困る。お前は最も経験豊かな偵察員だ。志願者1名とレールカーで先行し、我々の到着前に周辺を調べる。先に行けってことか。伝えるぞ。これから渓谷に向かう。空気も水もきれいだからな。そしてそこに住み着くんだ。もしアンナの容態が。父さんやめて。繰り返す。アンナ、万が一お前の具合が悪くなったら、カティアが教えてくれた薬がある。必要とあればそれを探しに行く。素晴らしい計画ね。ねえみんな、お願いだから心配しないで。パーティーを台無しにしただけでも気がとがめてるんだから。やめてよ、台無しになんかしてない。ヤマンタウのバカに言われたことで気分はどん底だったけど、きっと砂と砂漠の気候のせいよね。もちろんそうに決まってる。全く同じことを話してたとこよ。それじゃあ乾杯よ。みんなに一緒にいられることに。乾杯。素晴らしい乾杯だ。ステファン、あの曲をやってくれるよ。私たちの歌を。これはすごいですね。Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что.
можно больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. これは私たちのことよ。おまけに大佐まで出てきてる。そうだ、故郷を取り戻すときだ。それともう一つ、ウォルガやヤマンタウで遭遇したようなハプニングはごめんだ。だから偵察隊をレールカーで先行させる。誰か志願してアルチョムを助けてくれ。俺だ、俺が行く。計画を調べ尽くしてやる。頼む。アリョーシャが真っ先に調べたいのは、とにかく女性がいるかどうかってことじゃない？よし、では決まりだ。正直なところステパン、お前が妬ましいよ。一度に妻と子供を手に入れて家族ができたんだ。しかもおむつや腹痛の心配もないんだからな。妬むのはダメよ。おむつに尻込みなんかしませんよ大佐。実を言うとナスティアに弟をプレゼントしてやるつもりです。この子に異論がなければね。妹の方がいい。一緒にお人形遊びができるもん。面倒も見る。弟ならスパルタとか極作戦国家ができるぞ。ほら予算かステパン、作戦ならもう腐るほどやった。はあ、お前はどうだか知らないがな、私はもううんざりだ。引退したいんだよ。人生を楽しませてくれ。まだやめちゃダメ。若すぎるもん。もう年寄りなんだダスティア。そんなことない。妬むのはダメだと言ったよなナスティア。だがどうしたらいい。お前のママにはお前がいるが、アンナにはお前みたいな賢い娘がいないんだ。父さん、私は黙らないぞ。まだ私が二十歳なら子供のことなど考えやしない。だがこの年になったら孫を見たくなるのは当然だ。孫に接近戦を教えたいんでしょ。二丁拳銃の技だ。私が遊びに行ったもちろんよ。来てちょうだいナスティア。だけどね、ミラーおじいちゃんは自分の孫ができるまで諦めないの。聞いたかアルチョ、他にどう言っていいかわからない。私の娘は美しいだけでなく活発だ。それにナイフルの腕はオリンピック級。メトロで子供を作らないのはわかるが、暗闇で結核やネズミや突然変異が蔓延してる。だがここならどうだ。そうね父さん、今夜から二人で頑張ってみるわ。よし、乾杯したいか。地球の人口回復に、子供たちに。あ、先飲んじゃった。子供たちに。子供たちに。まるで水みたいで。そしてもう一度乾杯だ。はい、新天地に発展と繁栄を願って。新天地に。ふう。女がもっと集まることを願って。両者期待を裏切らないわね。そうだな両者、そんなことは心配には及ばないさ。計画通りに行けば人々はきっと集まってくる。誠実で善良な人々だな。彼らも生き延びてるに違いない。悪党どもが現れるようなことになれば後悔させてやります。ああ必ずな。この辺りの腐ったリンゴどもを片付けたらモスクワをどうするか考えないとな。そうですね。
そんなに飲んで大丈夫？あなたの番よ、アルチョム。さあ、あっと言わせて。耐え難い暑さだ。まったく。ロシア語の曲ってあんまりないから、なんか新鮮な気がした。あのなんだ、有名なやつといえばあのソ連のあれと、あとスカブリアットくらいが。スカブリアットはあれ、スカブリアットは曲じゃないか。あれはなんかこの和やかムードは、あの客車を手に入れた直後と似た感じだ。肉しまってある。まあ、ともかくアンナは振る舞ってるけど、気丈に振る舞ってるけど、病気であることに間違いはないから、早いところ薬をね入手しないといけない別の任務ができた。で、手に入れた地図からはちゃんと正確な汚染分布が記されていたから、平和に暮らせそうな場所もある程度目星がついたと。オーロラ内での会話が結構長引いたから、今回ここまでにしようかな。ダミールがいた。アルチョム、伝えようと思ってたんだが機会がなかった。アンナに聞かれたんだ、あそこに残りたいかと。もちろんそうしたかった。あいつらは俺の仲間だったんだ。血のつながりはなかったけどな。それにあそこには殺すべき悪党がまだまだいた。だがバロンは死んだ。今はギュールが仲間を率いてる。みんなあの獣は倒せると思ってる。倒すべきなんだ。今は自由のために戦い、自分の手で勝ち取る時だ。もう二度と諦めてはならない。いかに困難でもな。それでも最初の一押しは俺たちがやった。お前がやったんだ。この恩は忘れないよ、アルチョン。いつかこの借りを返したい。神に感謝だ、兄弟。どういたしまして。そっか、ギュールは残ったが、ついては来ないか。よし、それじゃあ今回ここまでにして、じゃあ次回本格的なジャングルとまではいかないけど、森林エリアか、行ってみよう。はい、ご視聴ありがとうございました。